終わります。令和3年、2021年、10月15日、金曜日です。衆議院選が事実上スタート、コロナ対策、分配競う、野党共闘の影響焦点、東京ロイター、14日、衆議院選が14日午後、参議院解散され、19日公示、3日投開票日程で、選挙戦が実は始まってスタートした。解散から投票で最後の最下である17日の短期決戦で、与党は新型コロナウ対策や経済対策、分配政党戦略を競い合う。小選挙で野党候補一本化の中、与党の現有勢力が維持できるか、野党が議席数を伸ばすかが焦点される。岸田文雄首相は夕方会見で、与党で過半数を確保できるか、勝敗ラインだとした。14時間前です。はい、失礼します。